皆様こんばんはん、脇本です。えーっと、今回はですね、食品紹介、なんか美味しそうなのがあので買いましたってだけですね。特になんか、あのー、目立ったレビューはないと思いますけども。はい。小池屋さんのストロング。なんかこのストロングって聞いてさ、このパッケージ感見たら、すごく、あの、スト、ね、流行りのストゼロ感が、<laughs> 酒数ですね。あの、そうですね、ストゼロと一緒に食べたら美味しいんじゃないでしょうか。鬼コンソメ。なんか、濃い感じのがあったので買いましたね。濃さの衝撃だってさ 写真はイメージです。さ、んし、しんいち、謎のしんいち。はい、えーと、時代が求めるしの強さ。ま、あちょっと食べていきますか。あのー、これ、開けて、開けてみないと分かん多分、形成型やとは思うけど。そうだっですね、形成型ですね。五五十グラム。お値段は何ぼやったかなま、あ百三十円ぐらいかな。 あのー、ポテチって2種類ありますよね。普通にスライス、あの、細くして切ったやつと、再形成した、あのー、一回、その、混ぜて、で、あの、ポテチの形にしたこれですね。まあ、ぶっちゃけどっちも俺好きですね。あの、ただその、その、バキバキ、その、食感歯応えが欲しいっていう時には、やっぱりこの再形成型の方がいいかなと思います。いただきます。あーうん。 あ味はいいな。あの、えー、っと、今ここにないかな。っっこれ、これとかとね、比べようとか思ったんだけど、なんかあの、コンソメ同士がないな。うまいことない。あの、のり塩とバターと、なんだっけ、チーズだったかな。今チーズって、チーズ、3種のチーズのやつ、結構好きなんですけどね。あれなんか、 定期的に売らなくなるのはなんでなんでしょうその、素材が手に入らなかったりするんですかね。よくそういうのしますよね、このえ、えセブンさんの独自の商品っていうのは。りかしね、あの、セブンさんね、まあ、あのー、うまいんよ <laughs>。あの、味は保証されてると思う。やっぱり日本人寄りの味になってるというかね。ただちょっとせこい感じはありますけどね。セブンさんの商品。別にこれ、これがせこい商品は言うてないんですけど、その、ネットでね、あの言われてる通り、あのー、 なんか量を下げてるのが多くて <laughs> ちょっとあん,あんまりああいうの見るとさ印象良くないですよねでもあのー、ちゃんとね入ってるやつはそんなにその味はもんだないように思いますだから買ってはいるんですけどねでえー、っとそうそう比べそう食べ比べやろうかなって思ったけどねちょっとできなくてねなかなか同じ味が売ってない、ね、で,でもあのそうですねこのセブンさんのこれも再形成の形のやつなんですけどまああの同じ感じの味味っていうかうまさですね ちょっとねこっちはね、量が少なくて、で、こっちはね、あのー、セブンの独自の PB かななので、安くできるんでね。で、量もあの多くしてくれてるんで、どんどん多分減らされると思うけどね。今、そっか、今145だけどね、これ、え、前はもしかしてさ、150だったりするなんか微妙な数字じゃないこれ145っていうね。なんでこの切りの悪い数字なんでしょうって。どんどん減ってるからですよ。多分これもね、あのー、 来年、再来年となっていくと、140になってて、130になっていくと思います。気がついたらめっちゃ減ってるみたいなね。ありがちです。セブン、セブンあるある。どんどん量が、最初だけは満足度高いんですよ。で、あの、お値段も普通なんですけど、なぜかね、お値段が上がっていって、なおかつ量も少なくなる。量が少なくなるんですよ <laughs>。いやいや、量までされたらね、ちょっとひどいね。最初だけは満足度高いっていうのはね、セブンさんのあるあるなんじゃないでしょうか、BB の <laughs>。ちょ、ちょっと辛いよね、それ。おいしくはあるんやけどさ、 悲しくなるよね。量が少なくされてさ。こう、開けた瞬間、はもう少ないね。誰かの食べさしかいなっていう感じにな、ね、ってる。あんまりね、好きじゃない。その考えは。<laughs> あの、お客さんを、ね、幸せにしよう、満足にさそうっていう気持ちがあったら、そんなことはしないと思うんですけどね。うん。というわけで、割高ではあるんですけどね。さすが、あの、長年、ポテチを売ってる会社っていうのは、まあ、どれ買っても正直、その味に、 ね、問題はない気が。あ、ただあの、ネタ、ネタでその変な味ね、ケーキ味とかやったら多分まずいと思う。正直な話、そういうネタでね、作ってるような味、たまにね、出すと思いますけど。<laughs> うん。基本的にさ、日本は、やはりね、日本って味うるさい国だと思うんですよ。あの、い、ええー、と、イギリス。イギリスなんて見てくださいよ。あの、ポテチと、あの魚をあえて、何やったっけな、あれ。フィッシュチップスかあの。味、うん。 なんか味がたか炭素というかね、もうちょっと味付けないんって感じですああいう料理、料理が多いですよね、ああいう国って。それはやっぱね、中国だとか、中国そんな好きじゃないけどね、あの味にうるさい県の料理と比べたらさすがに負けますね。どれだけ、あのね、技術があって、なんか、世界の真ん中の国になろう,なろうが、ね、あのネットで、そういうプログラムとか、なんかのネットサービスとかで、経済的にあの1位になろうがね、 食文化っていうのは、まああの、どうなんですかね、急激に変わったりするんですかねそのレベル <laughs> 今まで料理したこともないやつがね、急にプロの料理に超えられるかっていうね、やっぱり、あの、食にうるさい国っていうのは、あの、味がしっかり <laughs> 美味しいですね。だ中国はさ、あれ、最近その化学物質で、あの、旨味がね、あの、誰もが感じるような、そういう白い粉を使えば、誰だって、 あらふし、プロの料理人が作ったみたいにうまい味が出るみたいな。それ使ってるんで、うーん、ちょっとね、あの、好きになれないですけども。あれ使えば誰だってね、プロの料理になれますから。うまみパウダー。まあ、ど、どの商品にも最近は入ってるけどね。これアミノ酸等とかですね、調味料。調味料って何って話ですよね。調味料言れたらでも何でも、あの、入りますよね。醤油とか塩とか。でもこれだけ調味料、かっこアミノ酸。不思議、不思議な、あの、書き方をしています、本当に。 我が国は不思議な書き方をしている。で、ちょっと <laughs>、ほぼ関係ない話ばっかりすると思うけど、この動画。本当にさ、だって、食べるだけの動画やんか。こんなんに何の価値があんのって正直思うな。あの、有名な、プロ YouTuber さんでもないのに <laughs>。このね、あの、食レポー言うて、ただうまいですしか言わないやろ。<laughs> まずいです言う人ってあんまいないと思うけどね <laughs>。で、その、ね、あの、プロになるとさ、 あの企業さん側がね、これレビューしてくださいって、ね、で、お金ももらっていいし、ただで食わせてもらってるわけよ。それでまずいです、言うようなやつは。もう訴訟を起こされてもいいと思うんですけど。<laughs> ね、プロモーションを含みますって,って。要はもう、企業案件ですよ。いな俺の企業案件欲しいな。うん、うまい。<laughs> 露骨。めちゃくちゃ露骨。うん、うまい。<laughs> でもね、あの、味はやはり保証されてます。で、若干ね、あの、まあ、詳しいこと言いますと、 これね、えー、私ねいろんな食べ比べしたいがためにめちゃくちゃ袋を開けるんですよこのねセブンさんよりかはえーっとこの小池屋さんの方が分厚いと思います厚み的にこの再形成ですけどうん噛んだ時に食感が違う分厚いこっちの,のス,トストロングさすがのストロングって名物っています何がストロングか分からんけど多分こ味味でしょうね 基本味で勝負でしょあの、ジャガイモの種類があーだこうだっていうのはないと思いますよね。ほぼほぼジャガイモにね、味をつけただけなんですけど、ポテチっていうのは。うん。うまいな。あのー、なんぼでもいい。でも、すぐなくなるんですよ。さ、50g ってさ、少なくないですかね、これ130円ぐらいとかやろう。少なくない <laughs> もうちょっと欲しいですよね。もちろんねあの、食べなくても生きてはいける、その、試行品なんですけども。ね、うん。 なんか、開けた瞬間からさ、袋の半分しかないとか、ちょっと、悲しくないですかって思うんですよ。で、はい、えっ、ー、と、レビュー以上です。あの、まあ、基本的にね、俺はね、あの、う,うまいとしか言わない。<laughs> 初めて食べたものであっても、日本の商品でね、まずいっていうのあんまないんじゃないですかあったら持ってこいって言うんだ。でもね、まあ、それは安いもんだと思う。安かったらしゃあない。使ってる素材もなんか、 だ新鮮なもんじゃなくてみたいな <laughs>。あ、ないと、多分それ中国産のもの使ってますで、あの、作ってる工場が日本みたいな、そんなやつだと思う。まあでもほとんどの食品はね、日本産のは少ないと思うけどね、ぶっちゃけ、日本という小さな島国にどれだけ多くのね、その食べ物、農作物作って日本人に渡らせるかなって、それはもう、あの、豊富にですで日本ってさ、ほぼほぼその、捨ててるやん。<laughs> 賞味期限とか切れては捨てるやんか、そういうもったいない国やんか、今。 本当にもったいないよね。フードロスか。<laughs> いろんなことに俺は突っ込んでいくとけどね、この問題。<laughs> あの、食レポ、レポ以外は <laughs>、ね。もったいないやんか。せっかく命作って、製品作って。で、高い、わ、わざわざね、あの、高い値段で売ってね。で、売れなかったら捨てるだ。何をしてんだって感じだけど <laughs>。コンビニとかやと、ね、まあ、ブランドを守るみたいな感じでね。 あの半額で売ったりはしない。どう思いますそういうなんか、あの、なんかその、地球に対してひどいことしてるような気がするんですけど、<laughs> 作っといて捨てるみたいな、この人たちは何がしたいんだと思いますよね。金っていうものがなくてさ、みんなが誰かのためにと思ってたら、まずその捨てるっていうのはないと思いますよ。無価値じゃん。ね、もったいなすぎますよね。でちょっと今日はあの、まあだいぶ えっ、ー、と、まあ、情報がね、あの、なかなか間違ってる話もあると思うけど、それなりにちょっと、ね、伝えたいことがありまして、遺伝子組み換えについてなんですよね。で、このポテチック作ってて、あの、いろんなね、話したいことを思ってて、まあとりあえず話すから、ま、あ暇なんでね、<laughs> 今、今一応暇でちょっとやる気、動画た出すのでやる気あるんで、撮っとこうかなと思ってたけど、その、原材料名後ろ見たらさ、この、えー、バレーチョンまあ、ジャガイモのことですね。で、カッ日本、えぇ、ー、て,てんん、コロン、遺伝子組み換えでないカッコ、ポって書いてあるんですけども、 ええなんか不思議と思いませんかっていうか、あの、遺伝子組み換えって何って思いませんね。ま、あこういう時代になってきたんですよね。遺伝子を組み換えして、まあ、作れる、作れる時代が来たとすごいですね。まあ、だいぶ前からなんだけどね。1900何歩ぐらいからか、遺伝子組み換えはもうできてるんですけども。ええー、と、まあ、これがまたね、奇妙というか、うんあの、もう一つあれはその、遺伝子組み換えではなくて、品種改良。まあ、あれとは違う、また、うん。 説明しづらいんですけどね、この10分でとかでは。<laughs> 全く知識がない人に、ね、説明するっていうのは難しいんですけど、ご弊もなく。で、えっとね、まあ、俺が何が言いたいっていうのは、気持ち悪いってことなんですね、この遺伝子を組み替えすること自体が。たとえば安全だと分かってても、俺は好きにはなれないんですよね。で、まあ、これ何を、なんでその遺伝子を組み替えするのって、まあ、まあん、その、メリットは、それあるわけよ。でも、そのメリットってさ、作った人に対してなんですよね。 要は企業ですよね。この、じえー、っと、基本遺伝子組み換え作物、これが略して GMO って言います、えー。GM が遺伝子組み換えってやつですね。で、えー、っと、それしたら何がええかって、えー、トウモロコシとかあるでしょう。で、それで、まあ、粒がいっぱいついてるじゃないですか。遺伝子を変えることによってめちゃくちゃ粒をつけたりできるんですよ。ブドウの粒が少ない時あるでしょうで。遺伝子組み換えを作ると、もうね、トウモロコシみたいに、 えっと粒をつけまくることができるんできんすよこれはもう人間が操作してるんですね。神が作ったんじゃなくて。でそ,うまあ、それはちょっとオカルト的なんですけどね。別に神を冒涜してもいいじゃんってなるんですけど、神はいないみたいな、まあ、そういういろんな思想あるよね。俺はね、ぶっちゃけな話、そんなに神が神かとは思いません、ね。あの宗教、えー、っと、その、なんか、あの、ね、なんかを信仰してるっていう、その、完全な、あの熱心な人ではないのでね。 で生まれたかからなんかの宗教に、えー、すがりついいてる人ではないんで他の、ね、国やったらさ、ほとんどがなんか生まれた時から親がキリスト教でとかで、それでなんとなくでやってるやろ。あれもバカだと思うんですけどね、自分で考えてこそだと思うんだけどね、宗教とかは特に、ね。見えに見えないものですよ。なか誰かが決めた、国が決めた、企業が決めたからって、それに従うやつってバカだと思うんですけどね。 ま、私は生まれが良かったです。あの、最初からなんか洗脳されてね、あの、キリストはすごいだとか言われてる家系に生まれなくて本当に良かったです。後から自分で決めるんだよ、そういうのは。で、それでさ、決めた上で変だなと思っても、否定できない世界は、だいぶひどいですよね。あの、で、それで否定したら魔女だとか言ってさ、えっ、ー、と、魔女裁判にかけられて火破りだとか、バカバカしいよね。あんな中世ですよ。 宗教信じないかかかららっっててだでですす話、ねま、世界でほとんどの人が宗教に染まってるというか、に着替の、初めから宗教が正しいと思って、なんか、ラークバルとか言って他国にね、自爆しに行ってますけども、あれが彼らの美徳なんですかね、なんか、あのー、思うんですよ、私。自分で考えないやつって、本当に真実とか救いようのないバカだなって思って、失礼ですけども。今まで生きて、それしか出てこなかったですけど、皆さんどう思いますかね。ごめんね、私は鬼なので、あのー、 いい,いい言葉はあんまり使わないし、いいことはあんまり言わないし、厳しいことばっかり、真実ばっかり言いますあの、うん、ま、真面目腐った、面白くない話ばっかりしますけども、どうなのっていうのをね、俺は言いたい。あの、いろんな YouTuber がいる中で、私は、ま、後派になんか、現実的な話を、えー、討論し合いたいなと思います。もちろん私はね、どっかの大学の教授とかでもないんでね、あの、間違ってることも言うかもしれないし、まあ、ただ、 あのみんなと同じそのネットで見た、聞きかじったレベルの話を俺はごちゃごちゃ言ってるだけな、ね、ぶっちゃけね、ほとんどのユーチューバーとかもそうだと思うけどね、あの元なんか科学者ですっていうユーチューバーやったら、まあ大概はあってることも言うと思うけど、なんか炎上したいがためにさ、なんか嘘ついたり、わざと失敗したりするユーチューバーおるやろ、あれ大嫌いやねんわ、私。 <laughs> 誰とは言わんけど、まあ、あのな、それとなくみんなやってると思うよ。炎上したい。つまり、再生回数が欲しい。えー、お金に目くらんでるやつです。あのお金や、何やろう。あの、名誉ちな何やろね、あれ。まあ、ただの、あの、たまってちゃん、見て、見てほしいって人ですよね。自己、あの、なんだっけ、その、 自己顕示欲、あの自分を見てほしいっていうやつですよね、炎上を狙う人って。もう大嫌いです。あんな、気色悪い。<laughs> 最近はああいうので筋取れるんかな、あれがいいと思ってるのが、俺はいいと思ったことは一度もないけどね。なんか、わざとやってるのを見ててさ、なんか、あの <laughs> 関わりたくないというか、あの出てこない <laughs>。なんかね、えー、っと、ランクが低いというか、なんかね。 質の低い人だなとしか俺は思えないんでそんなことし,しないと再生回数取れない人なんかとしか見下すしかないです。ね。なんか、あの、浅い。<laughs> 浅ましいと言いますか。ね、そんな嘘つきある俺は好きじゃないんです。まあでもね。 もしかしたら気が付いてない中で俺も嘘ついてるかもしれないけどそこはご了承ください。ただのあなたと同じ凡人なんで、でそんな中で俺が思ってるしそう言うっていうわけなんですよ。で、知らない方やったらそれなりに、あの、おやっと聞いて自分で、結局はね、自分で検索して自分で意見を述べてほしいです。私の意見を全部のみにせずに。ただの意見ですから、これは。で、えっ、ー、と、まぁ、あえー、それなに私も調べてはいるんですけど、なかなか情報っていうのは得,、ね、得られけくて、それが正しいかどうかっていうのもね、なかなか。 難しいところです。ただネットで書かれた情報ですから、国が書いた情報でもそれが正しいとは限りませんからね、嘘ついてる可能性だってありますから。今日めちゃくちゃなんか早くして喋れるな。か頭がさ、発達、あのー、よく活性してるときとしてないときってあるよね。まあ、基本、その寝起きとか、あのー、もうそろそろ寝ないとっていうときは、もうボーッとなっていると思うんだけど、なんでら今すごく頭が動いてるような気がする。で、えー、っと、遺伝子組み換えにすることによってですね、まあ、いっぱい、その、もあのー、 要は量,量が増えると。で、えっ、ー、と、虫がね、来なくなる。虫による、えっ、ー、と、被害がなくなるので、えー、食品がいっぱい出ると。で、えっ、ー、と、食品の、その、なんだっけ、飢餓だとか防ぐ。まあ、あんなんさ、あの、賞味期、正直言って、その企業、企業が言ったメリット、あの、売り出すためのメリットが出てあって、本当にその飢餓が救えるわけじゃないよ、そんな。ただでやるわけでもないしさ、あの、安全かどうかもわかんない。で、なんだっけ、 これ以上人間を増やしてどうすんのって話だ。厳しいこと私言うけど、鬼、鬼だからこそ言う。あの、俺が人やったらみんな批判してさ、あの、ね、えー、っと、こう、ズバズバ追い込めるかもしれんけど、俺鬼ですからね。あの、なんぼ批判言っても大丈夫です。鬼ですから。<laughs> 私より厳しい人、俺は探してるむしろ、どっかの動画でも言おうかなって思うけど、俺よりも厳しい人はいてないような気がするあの、字が汚いだとかあるけどさ、編集能力ないで、それと厳しさって全然違うからね。 もちろん、あの、綺麗には描けることは描けるけど、やる必要性なくない <laughs> そ、そこに厳しさは求められてないんよね。まあ、あの、価値やな。ぶっちゃけ。その、それやってなんか価値ありますってこと。で、その、綺麗さとかって結構その遺伝的なものもあるねん。芸術その、厳しい人は、じゃあ美、美術が美しい絵を描けるのかって違うでしょ。そういうことなんですよね。な,な,な,なんか、あの、えー、ちょっと、 とそれてるかもしれないけど、まあ、わりかし、その遺伝要素があるんですよね。この、まあ、声が、あの、なんか、ふにゃふにゃしてるだとか言われても、か、なかなか変えることってできないんで、整形したら、声の質とか変えられるかもしれないけど、うーん、無理。<laughs> 字が汚いっていうのは、正直、あの、分かってる <laughs>。分かってるし、無理っす。そんな、綺麗に書い,書いたとしてね、あの、あまり価値はないと思ってるんですよね。うん、あの、 もちろんみんみななに見せる字で書きたいと思ってるけど、えー、とそこを俺はあの皆さんに見せたいわけじゃない。自分の字切れやドヤーってしたいわけじゃないんで。で、あの、あののパソコンあればね、普通に買えるんですけど、パソコン、もうフリップなんて使わずに。<laughs> それはね、ちょっと、あの、ね、古い、古いやり方やってますよ、私ね。あの、フリップにわざわざ自分の手書きで。こんなふ古臭いやり方してる YouTuber いないですよ、もう、この時代。<laughs> 出遅れてますよ。まあ、物が買えてない時点で。結局、金なんだよね。 どれだけ技術が上がっても金で物が買えなかったら、それはその技術は手に入れられないわけだ。で、えっ、ー、と、頭悪い人には分かんないかもしれないけど、遺伝子組み換えでいいことばっかりじゃんって思うじゃないですか。これの、まあ、まあ、一番って言ったら、あれかな、うん、悪いところはですね、食料支配なんですよね。要はこの、えっ、ー、と、アメリカの企業がこの最初に遺伝子組み換え技術成功して売り出して、まあ、大金持ち大儲けできたんですけど、モンサント社っていう、ね。 モンさんとが独占してしてまうことが悪いんですよね俺が作った作物やからその手数料払えみたいな感じでもうあの無限に勝ち続けるんですよモンサとは遺伝子組み換えによってで安全がどうとかはもう一切そんなもん考えてないです、まあ、そもそもまああのどうだっていいことなんですよ儲けりゃいいわけなんでねこれ遺伝子組み換えに関してね何かがないなって思ってその誰かを幸せにしたろっていう気持ちがないんですよねでまああの だいぶさ、あのー、かなり人間のエゴ、エゴしてますよね、この遺伝子組み換えて。自分らのためだけにやってますよね。で、えー、っと、それによってさ、あのー、この地球がどうなるとかも全くね、そういうもんが、お考えがないやん。<laughs> そういうの,をあの、討論してるのは見受けられないっていうのは、あ、もうなんか、この人間とかいう、 害虫は地球の有害な存在やなとしか俺的には思えないんだけどね。早く地球がどっか行っていただきたい気がする。しない、そうしないとなんか未来でとんでもないことを起こしそう。もうもちろんあの地球も寿命があって、人が今以外いる前がね、あの地球の終わりは気はします。さすがに。終わりって何って話ですけど、地球は生きてんのいや、まあ、なかなかそれはね、難しい話ですけど。まあ、地球が粉々になったらそれは死んでるとも言えるでしょうけれども、まあ最終的に全てのものはね、生まれてなくなってなんで、 とはいったものを何億と時間がかかるわけですよ。それをごちゃごちゃ言ってもねっていうのは思うんですが、このね、我々人間が、えっと、まあ、核やら何やらパワーを持ったわけですよ、知能によって。でそれによって、やはり地球って痛むというか、えっ、ー、と、寿命があったとしてね、地球に。それよりも早く、えっと、地球が滅ぶっていう可能性もありうるわけやん。 もう、だって、毎日、バカすか、爆弾の雨嵐やってたら、さすがにね、地球も半分になっちまうわ <laughs>。わかりやすく言えば。ねとなるとさ、地球がしつ,つ命やった時にさ、害虫は誰なのって人間としか言いようがないんだよな、これが <laughs> ごめんね、ちょっと話ずれたか。まあ、そんな感じでね。で、あと、その遺伝子組み換えの、えっ、ー、と、種が飛んでいってですね、遺伝子組み替えてない種と、まあ、あの、種って言ったらいいかな、ものと、まあ、合わさっちゃって、遺伝子組み換えのものになっちゃうんですよ。 要は、あげく、その全てのものが遺伝子組み換えのものにしかならないんですよ。なそういう可能性がありうるということです。まあ、固く守れば、うん、えっ、ー、と、なんとか生きるかもしれないけど、最終的に、あのー、こう、みんなが遺伝子組み換えのものになってたっていうことになりやすいと思います。なんやっけ、汚染そう。言い方悪いけど、汚染されてしまうんですよね。まあ、それもね、問題がありますよね。だから、人間が、えっ、ー、と、支配できる範囲を超える可能性がありうると。 で、もちろん今まで遺伝子組み換えのものを我々って食べてきましたっけねこの千年ぐらいは人間の歴史がある中で食べてきてないでしょ遺伝子組み換えのもの。まあ、なかったんやから。突然変異はあったかもしれないけど、それは遺伝子組み換えではないですよね。で、突然変異で、うーん、まああの、こう、ずっとそれでやっていけたんやったら、それは問題はないってわかるけど、遺伝子組み換えはさ、人間が作り出したものやから、まあ未知数ですよね、これ。 いくらね、科学者がいいって言って、企業が作っていいって言っても、それ信用できますね、あの首相がいいって言って、国民みんな食べてくださいって言って、それ信用できたら、ちょ、ちょっと頭悪くないか悪くないか, <laughs> ないかって感じだけどね。俺はそう思ってるけどね。で、えっ、ー、と、日本ではですね、1996年から GMO 利用っていう、まあ、文章がありました。これ利用っていう文章腹立つね。つまり利用って何なの 具体性がなんかないやんか、こういう文章、これすごく嫌いやね。こういう文章を見たときにさ、もやーっとはわかるけど、で、あとあと、え、つまりそれってどういう意味なのこういう意味なのってさ、なって、また調べないといけないの、本当に腹立つんですよ。まあ、輸入、輸入ですわね、利用っていう言い方。なんか湾曲ですよね。もうしっかり言えって思いませんこれ言わないところがなんか腹立つし、詐欺師っぽいですよね。詐欺師ってね、しっかり言わないんですよ。何々ができるとは言わないんですよね。何々も言っていました、みたいな、ふわーっと言うんですよ。 そういうやつって嘘つきなんですよね。あの、猫が。私は嘘つきじゃないんだよね。こういう言い方するやつ、すごい嫌いです。まあ、あの、輸入を開始したっていうことですよ。で、えっ、ー、と、調べてみてね、俺思ったんや日本って遺伝子組み換えの作物作ってんのって。で、見たところ、この、花以外の GM 作物は栽培、栽培していないって言い方。つまり、ま、あの、作っていないっていうことですね。らしいです。 俺も今までこの、まあ、義務教育とか受けてきた中で遺伝子組み換えを日本が作ったって話はなかなか聞かなかったでもね一つあるんですその青いバラってあるでしょバラ,バラって青くないでしょで人間が作ったのがあってその中で青いバラっていうのは、まああのうん、ニュースとかでもやってると思うんですけどありますよねそもそも青いバラって不自然な感じがなんかするんですけどねなんでわざわざ青いバラを作ったんだって、まあ、あの面白い半分と研究ですよね大大学学ででさ俺あんんま好きじゃないんだけど大学で なんかあのー、えっ、ー、と、光る、えー、ネズミを作りましたとかあるでしょ要はその大学の,あの力を見せるために、だけに作られた命ですよ <laughs>。こういう技術持ってますよ、この大学は、みたいな。あのマグロの、なんだっけ、えー、っと、なんか、あれ、出てこないな。あのー、<laughs> こういうのさ、すぐ単語出てきたらいいんだけどね。あのー、えー、っと、その、なんだっけ、あれって。 養殖,養殖成功させましたとか大学でどっかので言ってたけど、まあ、そういう感じで、ね、その研究によって何かができましたっていうのを出したいがためにいろいろと売り出しとかしてるんで感じはするんですけど何か好きになれないな正直言って人間が作り出したもんが綺麗っていうあの感情が私は出てこないけど皆さんどうですかね青いバラ、まあ、見た目はそれは美しいですけれどもなんか不気味です不自然な 感じがしますねで、発光する、蓄光ネズミ、見てどう思いますで、人間もと、その、蓄光できると <laughs>、豚も蓄光できると、暗,暗い時ところであの、太陽の光をあの集めて、その、暗いところに行ったら光るやつですよ。蓄光蓄 <laughs> 光する体を持った動物。気持ち悪くないですか今までそんな動物は、あれか、その、うん、いてないんじゃないですか ホタルはね、あれ別なんですよ、ね。畜生ではあるけど、ちょっとその、違うやん。あの、紫外線を貯めてるわけじゃないやん。どうなんですかでも、ホタルの遺伝子とかでやってたりかなちょっとそこは分かんないんですけども。すいませんね。気持ち悪いないですかそういう研究で生み出された存在。ね、なんかの役に立つにしても、あなた,あなた方に倫理はないのかちょっと聞きたくなるけど。もちろんね、進歩、ね、科学技術の進歩のためだっていうのもわかるけど、規則悪いよね、なんか。 <laughs> うん、なんかね、それをさ、堂々と、すごいだろって言ってるのがちょっとビビりますね。倫理的な問題を分かりつつ、こういう研究してんねんっていうのは、あの、分かるんやけどさ、<laughs> 惜しみなく、倫理も何も考えなく、こんなこともできるんやでっていうやつ見てて、なんか、うん、浅い。<laughs> 浅いなぁ、なんか、気持ち悪いとしか思えないんですか、私だけでしょうか。で、えー、っと。 2019年のデータなんですけど、日本の、えっ、ー、と、トウモロコシと大豆の受給率ですね。要はどれだけ作ってるかって話ですよ。ま、あぶっちゃけこんなん聞かなくてもわかるでしょう。ぶっちゃけな、こういうの中学とかでやってると思うんですよ、勉強。どうなんですかね。あの、今の三、四十、三十代こういう話はしないんですかな、何でやるんやろね。社会とかですかね。トウモロコシゼロ作ってないんです、日本は。<laughs> まあ、あのさ、農家とかで作ってる一部あると思うけど、これあの、 要はう、売り出してるかどうかなんでね、自分のね、お家で作ってますよは、これ、出されないんで、まあ、あったとしても 0. 何パーぐらいで、1パー以下です。で、トウモロコシゼロですかね。大豆は6パーセントです。やばないこれでやばいって思えへん。日本人、ちょっと、あの、頭、鼻畑すぎるでしょ。さすがにこれ作らなあかんっていうのは、あのー、思わない人いてるん逆に聞きたいけど。 つまりこれさ、まあ、他の国に頼ってるわけ輸入。それ途絶えたら終わりですよ。あなた方、日本人さん。もう一生この戦争とか起きてねあの、あなたの国は輸入しませんってなったら、もう一生食べれないですよ。まあ、食べれなくてもいいかもしれないけど、その食品のほとんどが輸入だったらどうします何も食べるものないですよっていうことなんですよ。俺が言いたいことは。なんでそれを分かんないかな。まあこの日本政府は本当に何にもしてないですね。うん。あの、ひどすぎますね。ここまでひどい国はないんじゃないかなって私は思いますけど。 まあそれなりに法律もさ、あのー、できてる国だとか。 言われてる、まあ、言ってる人、日本人もいるかと思うけど、そんなことないな、我が国。我が国まだまだ一番とは呼べないぞ。こんな国が一番であっちゃな、ならないでしょ。だとしたら他の国どんだけ情けないんだよ <laughs>。って思うんですけどね。で、このトウモロコシゼロパーなんですけども、じゃあ、どこの国から、あの、仕入れてるかアメリカで9割アメリカらしいです。それで、その中の88%が遺伝子組み換えらしいです。トウモロコシの88%が遺伝子組み換え。9割ですけどね。で、えっ、ー、と、これが2012年のデータです。 どう思いますまあほほ、ほぼほぼね、だからトウモロコシは遺伝子組み換えは思わなあかんということなんですよ。で、この、なんかの食べ物でさ、トウモロコシ遺伝子組み換えでないって書かれてありますけども、それ本当かっていうのを俺はね、聞き言いたい。ぶっちゃけ嘘ついてるところあるんじゃないですかね。で、不分別とかいう変な言い方でさ、それで通ってるけど、まあそれ、ほぼほぼ遺伝子組み換えですっていうことなんじゃないな、不分別って何ですかそれおかしいでしょ分別もでき,できてないなんて、わかんないなんて、さすがに嘘でしょ。 でじゃあだったらなんで遺伝子組み換えでないと書けないっていうとやはり入れてるって分かってるからこそ不分別ってする、えー、書いてるんじゃないかなと私の憶測なんですけどもそう思いますどう思いますかねうん,うんうんそれなりに頭ある人やとここまでたどり着け ると思うんですがね、どうでしょうか。で、えっ、ー、と、ま、いろいろね、調べてみる中で、しっかりとは、はっきりとは書かれてないんですけど、ふわっとなんですけども、えー、食だ結構このさ、大豆だとか、トウモロコシ何に使われてんのって話ですよね。で食べるもんは、あの、ほとんどが遺伝子組み換えでないって書かれてますけど、じゃあ何に使われてんだって思いません油です。大豆の油なりです。あの、トウモロコシの油あったっけなちょっとわかんないけど、他、他でも何かの油、えっ、ー、と、出てこない。 えっと結構ね、油に使われてるわけよ。書いとけばよかったね。で、えっと、俺が言いたいのはな、のこのまあえスナック菓子にも油って使われてるわけ。植物油、これ2番目に出てますよね。で、これ何の植物油って分かりますこの状態で。 書かれてないでしょ。そう、わかんないんですよ。もうこの時点で俺はね、この国やばいなって思ってるんです。で、ちなみにアメリカとかではね、本当にね、割、割と意外とよ、あ訴訟が結構多いからかな。この、原材料名とかに関してめちゃくちゃ厳しいんですよね。で、あの、使ってはいけないものを使う、使うと、もうあの、えー、っと、えー、そのね、使った会社アウトってなったりするんですけど、アウトって何かってなかなか言えないから、まあ、多分その、えー、っと、きてその、 えっとね、だっけ、その工場を壊すまではいかないけど、あのー、その廃業まではいかないけどな、なんか停止処分だと思います。法律ね、あの他国の法律はなかなかちょっと、あのー、調べるの大変なんで、大雑把に言いますけど、まあ、それなりに厳しいんですよね、の表示とかに関しては。で、あのー、日本よりもはるかに使ってはいけない食品、食品っていうか、まあ、あります、その、色はつけるとかあるじゃん、着色、青一応赤一応とか、あれも完全にだめです、アメリカとかは。えー、っと。 で日本ではさ、こういうの、じゃあなんでそういうさ発がんするかもしれない物質をなんで許可してるかってことですよ。まあ、アホ,アホだからですよ。まあ、分かってもいないのに、とりあえずオッケーやろうでやってるということです。で、安全かどうかねね、うん、たとえ分かったとしてもぶっちゃけね、入れるべきではないですよね。気持ち悪いですね、そんな。あの、言うたら化学物質ですよ。人工物ですよ。あの食べ、その植物とかから取ったわけでもない、本当に、 あのガソリンとかから生成されるようなものをの安全だ,だって認められても摂取すべきものなのか私がちょっと疑問に思いますけどね今まで人なぜかというと人間の歴史でそういったその、ね、化学物質取り続けた歴史もなくなおかつ、えーっとまあ、正,正直な話すごく あの、気持ち悪いですよね。そんな、門を入れてまで生きるっていうのはな、なんだかなと思いますけど。皆さんはどっちがいいですかこう、命を食べてまで生きる世の中、世界なのか、それとももうなんか、あの薬。本当にもう、薬品ばっかり、一切もう、植物も食べません、牛乳も飲みませんみたいな、そっちの世界の方がいいのか、それ幸せなのか、どっちが幸せですかね。うーん、まだなんともいいね。本当に、本当に、 正しいかどうか放っておいて科学技術が向上しまくってて、えっと、4000年今2020何ぼですけど4025年ぐらいになると人間どうなってるんでしょうかねもう本当に植物もあの食べないっていう人類になってるんでしょうかね不思議その分かんないですそれは、えー、まだ分かんないんですけども見てみたいもんですね果たして人類はどっちの方向を選ぶのかそれとも意外と2000年も 今から経っても、そんなに技術は向上しないのかもしれない。なんかその、倫理観とかの、へ、ま、へだたりって言ったらなんですけども、えっ、ー、と、ね、問題があって指摘されて、本当はできるけども、発達をやめたみたいな、えっ、ー、と、世界もあるんじゃないかなと思います。で、えっ、ー、と、あと他にも、ね、その、タンパク、下水分解物ってあるでしょカッコ大豆を含って。ほら、タンパク、化水分解物って何か分かります分かりませんよね。これは、あの、うまみパウダーですよ、要は。 タンパク質を、えー、っと、うまいことね、あのー、そういう分物質があるとして、あのー、その物質をぐちゃぐちゃっとね、することによって別の物質に変わるんですよね。で、それが美味しさを感じる物質だったりするわけです。まあ、そういうためにこれを入れるらしいんですよね。俺も科学者じゃないんでね、完全にはわかりました。見たこともないですから。まあ、ここに入ってるよって言われても、どんなね、ものなのかわかんないでしょ、さすがに。 で、カッコ大豆を含む。さあ、大豆が出ましたよ。この大豆は遺伝子組み換えかどうかって話。めちゃくちゃ細かい話になりますけど。カッコの中の、そのまたカッコみたいな話になりますが。まあ、あの、遺伝子組み換えなものです。ぶっちゃけ言うと。書かれてない時点でね。本当に自信があるんだったらよ。書くでしょ遺伝子組み換えでないって。このバレーションでは遺伝子組み換えでないって書いておいて、大豆で遺伝子組み換えでないのに遺伝子組み換えでないと書かれ、書かないっておかしくないですかってことです。じゃあ、やっぱり遺伝子組み換えなんですよ。で気がついたらね。 我々は何が言いたいかというと、自伝子組み換えのものを食べている可能性があるということです。絶対とまでは言いませんけどね。で、あの俺が調べた中で、この植物油脂系、植物の油系のほとんどが遺伝子組み換え物質である可能性が高いなと思ってます。で、皆さんはもう気がつかずに食べてますよっていうのが、俺はこの動画で伝えたいことです。はい、どう思います。で、この遺伝子組み換えについて、この研究でね、結構研究があるらしくて、で、科学者のほとんどが、 遺伝子組み換え物質について安全性があるとは言ってるんですけども、うん、あのー、聞いてて、じゃあはいそうですって皆さんなります摂取したいと思います完全に全ての食べ物を遺伝子組み換えのものにしたいと思いますか完全に安全だと言われてて、科学者が言うにはですよ。それでもなんか嫌な感じがしませんかそれは正しいと思いますよ。ぶっちゃけ、ね。 気持ち悪いですよね。こんな人間が作ったものをなん、なんかその妙に綺麗な形したものですよ。で、この殺虫成分、あのまあ、殺虫成分というか殺虫効果があるって言われてるんですけど、別にその殺虫剤を入れたわけではないんですよ。語弊があったら良くないのでね。殺虫剤の、あの、 能力を入れてるわけじゃないんですよ。でも、虫が食べないものを我々食べてるってことなんですよ。どういう効果があって虫が食べなくなったのかわかりません。なかなか効果は難しいことですけども。不思議じゃないですかね、虫は食べないけど我々は食べて安全だなんて。なんか都合良くないですか良すぎないですかってのはちょっと俺は疑問に思ってるわけよ。虫は食べないけど我々人間は食べる。不思議。まあ、虫も食べないようなものを食ってるわけですよ。なんかそこに気持ち悪さってないですかちょっとその、あの、 えっと、科学的な話ではなく、心理的な面でもね、嫌な感じがする気がします。私はそう思います、えー。でね、この安全だと言って科学者さんに食べていただきたい。毎日全部それを遺伝子組み換えの。あなた方が正しい、あの、安全だって言うんだったら、ね、で、あなた方の子供にも全て食べさせてください。 食べさせたいと思いますかまず。<laughs> ね。それでいいって言うんやったら、本当にこの科学者は嘘をついてないなと思いますが、どうですか科学者の皆さん。全員、安全だというのなら、毎日食べてください。イメー仕組み換えのものを。すべてです。米から何から何まで。牛乳ですら。それで、幸せですかちょっと聞きたいなと思ます安全だ、安全だって言ってる人。ね、あの、安全だ言っててさ、自分では食わないやつは本当にクソで、 でで裏切るものだと思うんですよね首相が認めたものは全て本当に安全なのかっていうのを国民方々にき、あのー、本当に考えていただきたい。えっ、ー、と、ね、だいぶちょっと、あのー、しっかりと喋れない人なんですが私は。まあまあ、こう、なんぼでも動画撮ってたいつかはちゃんと私も、あのーえー、こうやって考えて、えー、と単語が出ないなんてこともない人間になれるのかもしれない。そんなやついたら気持ち悪いけどね、すごすぎるよ。 <laughs> そんなやつだった AI やん。AI やってちょっとはね、どもるというか、考えますよ。文章作って最中にビビってちょっと止まって、また文章作るあれなんでかって、もちろん考えてるからですよ。<laughs> 全くそのあのあ 0.1秒たりとも止まることなく喋り続けてる人おったらさ、編集でカットすることなく。やばい、やばい人だよ <laughs>。そんな人っていてるんですかねこうメ。メモを喋ってるわけじゃないですよ。メモを喋るぐらいだったらね、詰まることなく言うことができる人がいると思うんですがアナウンサーの人とか。いやー、す相当 IQ 高いと思いますよ。そんなんだったらね、こんな底辺みたいに YouTuber ごっこしてる人じゃないと思うけどなと思います。で、えー、っと、あのー、この2、この、 俺調べててこの遺伝子組み換えを一番輸入してる国どこかなーって思って,て、まあ、そて正確な情報って得られなかなか得にくくてこういうやつってさあの奥測で書いてたり、あのー、要は嘘を書いてる可能性だってあるわけですよ、なかなかねあの分かります、嘘書きたくなる理由,理由もでまあ調べてて1位はおそらく中国やっぱでかい国ですから。 で、それだけね、人が、人が多ければ多いほど食べる人のも多いわけですからね。輸入する需要も増えると思うんですけども。うん、で中国。で、うん、順位がね、ない、ないんです。その情報が。まず情報がないですね。あの自分の国のことはいっぱい調べるけどさ、他国も、えー、調べてランキングするみたいなのはなかなかね、ないですね。で、そういうのってさ、なんか、それによって、あの、マイナスイメージになって、その、商売として、 マイナスになると、なんかまあ訴訟だったり、いろいろまあ問題が出るわけで、なかなか書きにくいと思うんですよ、まとめて。まあ、だからかな、なくて。でも、一応言われてるのは我、やはりね、我々そもそも日本っていう国は輸入大国なんですよ、この食品を。で、そんな中で、やはり遺伝子組み換え物質も輸入大国であると言われてます。あの、ももかどうかはわかんないです。多分、ももは中国だと思うんですけどね。日本そんな人もいませんからね。でも、この人がいない中で、大国って言われてるっていう、 うわもあるわけですよ。ってことは、やはりこの遺伝子組み換え、結構日本人は食べさせられてるんじゃないかなと思います。で、あの首相も許可してるわけですから、安倍さんだったらな。ね要は日本のトップが許可したら、やはりあの来るわけですよ。っていうか、まあ、むしろ推,推奨推薦してるんですよね。 いいよって。で、アメリカがまあ作り出して日本に売り出すわけですよ。この遺伝子物組み換え物質どうですか安くで買い,買いませんかって。で、はいはいってか買う、あのー、ようにしてるのが日本のトップの誰だと思います、まあ、首相、えっ、ー、と、総理大臣ですよ。総理大臣が許可しなかったらもちろんそれはね、輸入禁止になるかアメリカから遺伝子組み換え作物を買わなくてもいいんですけどね。まあ結局、 買ってるわけですよ。それを買うことによってさ、首相は何を得るんですかね。アメリカとの、あの、友情ですかね。アメリカからお金もらえるんですかね、首相は。あの、コネとかもらえるんですかね。これ買ってくれたから、なんかいいことしたるよ、みたいな。くだらねえわ。国民のための政治をしてくれ。な、なんかね、そこも踏まえてね、この遺伝子組み換えっていうものはね、好きになれないんですよ。企業案件系ですよね。 なんか動画見ててさ、あの、これ美味しいですよって YouTuber 言ってて、後から企業案件ですって言って、好きになれます美味しい美味しいって。それ本当の言葉ですかそれ美味しいって、ね。安全って、安全って本当の言葉ですかこれ。ね。本当安全じゃないけども、お金が欲しいから安全です安全ですって言ってるんじゃないですかって、疑われてもそれは仕方ないですよね。裏で何やってるかもわかんないのに、なんかあの、いきなりね、これいいですよみたいに言い出したら、すっごくうさんくさいですよ。と、あの、コオロギの話も一緒や。 なんか急に出てきたよねコオロギ昆虫食昆虫食コオロギの粉を使って食べましょうみたいなあのこ,れこれをすることによってあのえ、えーっとね、飢餓が減るだとかねあの発展途上国にも栄養がとか言ってて。 え、じゃあ発展途上国にやったらどうですよ。なんで我々日本に、そんな、えっ、ー、と、その案件をよこすんですかね、と、あの、とこしてコオロギの、ね。気持ち悪くないですかいきなりコオロギがどうとか言い出すんですよ。この遺伝子組み換えも同じや。あの、企業が遺伝子組み換え使って、えっ、ー、と、日本に、企業のものとは言わないけども、遺伝子組み換えがいいイメージであるように売ってくださいね、って言うんですよ。で、政治家が、はい、わかりました、って言って、あ、お金くれるんですよ。ありがとうございます。じゃあ、あの、いい,い,いように言っときますね、ってあの、国民どもにって、うわ気持ち悪い。本当に、そこ含めて気持ち悪い。 ですよね、こういう案件。わ <laughs> かりやすく言えば案件系ですよ。気もないですかあとあとからね、これ案件、実は案件でした、みたいな。は ?YouTube でも最近さ、一番最初に出るようになってやんこれはプロモーションを含みます。案件の動画ですって。ま、なんでかってことですよ。なんでそうなってきたかって。それはさ、あの気持ち悪いからですよ。あの頭いい方やったら察すると思うけどさ、企業案件で誰もね、これまずいですとは言わんわけやん。な いや、嘘をつくわけやん。美味しいですって。例えば、例えばまずかったら話ですよ。ね嘘をついてるわけん。その YouTuber さんは。お金のためにですよ。いやー、それは深いでしょ。だから最初にこうプロモーションですって言うように YouTuber もねあの、そんなにその悪い企業ではないですか言うようになったんでしょうね。それは、それはだって不快でしょ後々からプロモーションでした、みたいな。ね、この YouTuber はただでこの商品をもらって、えー、っと、この商品に対してはいいよしか言いませんよって後々から言われてさ、今まで見て,見てきた動画の時間返してってなりません ね、あのこの YouTuber さんは本当にこの製品をいい,こい,いもんだと思ってみんなにおすすめしたいと思ってこの動画を上げてるんだと思いきやですよ最後の最後で裏切られるわけですよいや実はこれ案件なんだよねって俺,俺やったらそういう YouTuber ね二度と見ないねで実際いましたからねそういう後々から案件言うやつ動画の最後の方で俺はそんな YouTuber 見た瞬間もう二度とこんな YouTuber 見たるかと思いましたが あなたはそう思いませんかどうですかね <laughs> 小学生だったら多分分かんないんだろうって、そこら辺の判断が中学ぐらいになってきたらね、分かっていただきたい。人の,あの内面的な腹黒さっていうのを分かっていただきたい。あの金の金の汚さを分かってほしいなと思いますで。俺がこの動画で言いたいことは、それも含めてです。この遺伝子組み換え自体が気色悪いということですよ。もう何から何までね。この世界に対してもあの冒涜的である。命に対しても失礼。 で、まあ、人間のエゴですよね。地球に対しても失礼です。で、企業案件ですよね。で、安全性もよくわかんないと。もうそうも、問題だらけなんですよ。いろいろと。あの、コオロギよりもやばいです。やばいっていうのは、国がこれはね、やばいか、やばくないか、まず言わないことがやばいんですよ。 気がついてくださいね。何にもうんともすんとも言ってないです。コオロギーについては、これ安全なんですかってあの国会でも言われてるかもしれないけども、これ遺伝子組み換えみんなだんまりなのが恐ろしいですよね。まあ、一部はもちろん言ってると思いますね。これ遺伝子組み換えて大丈夫なんて <laughs> で。本当に一部ですあの。本当にまともな人ぐらいです。これをごちゃごちゃ言ってるのは。科学者がいいって言ってるからいいだろうって。まあ、わかりはするよ。あのえっ、ー、と、論理的に言えばね。わりかし科学ってまともな、まあ ものなんですよけど、まあ、この世の全ての思考を考えたら宗教的なんですよね。科学も宗教のうちの一つになるかもしれないです。もしかしたらですよね、数学ですらす、数学という名の宗教なのかもしれない。あのまあ、うん、まあ、ものは言い,いようやけどな。なん,なんでだと思います正しい、何が正しいかが誰もわかんない。これだけは絶対に正しいというものが決まってないからです。神がいるかどうかがわかんないから、神様、絶対的に正しい存在がいるってわかってたら、その人が言ったんだったら、科学っていうのは正しいですよっていうことになるんだけども、 神自体が正しい存在だとしたらね。<laughs> まあすごいちょっとややこしい哲学的な話になりましたが、マジで考えに考えに考え続けたらそうなります。科学ももしかしたら我々,我々が生み出した宗教的な存在なのかもしれない。もしかしたら H2O や水素なんていう原子も存在しないのかもしれないです。<laughs> はい。えー、っと。で、えー、ちなみに、えーっと、ドイツやフランス、えー、イギリスでは、あの、イギリス <laughs> イタ,イタリア、ちょっとあの間違ってない。これねイタリアやんだ、これ普通に。で GMO の栽培を禁止します。まあ、ままあ、作んなってことで、ま、ず、まずそもそも作んなってことです。なんでかって、あのそのその気持ち悪さと、ぶっちゃけこのアメリカの企業に依存してるでしょ。だからね、あのー、依存したらそれは負けますから、支配されますから。だからこそ、えー、彼らは反発してるわけですよ。いくらこの科学で安全や認められても、支配下に置かれた時点で、 いろいろと負けますし、下のね立場になっちゃうんで、だからこそやらない。賢いからね。日本、日本はあの禁止してるとはね、大々に書かれてない気がしますね。栽培はしてないだけで。まあ、禁止してるんじゃないですか。あのごめん、そこの辺はちょっと曖昧なんですけども、ね、おしっかりと書かれてることがなかなかね、ない気がします。あったらね、検索で絶対にバシッと出るんで、文字列が。ちゃんと。日本では禁止されていますみたいな文章でしっかりと出るはずなんですけど、出ないということは、うん、なかなか。 はっきりと明確には書かれてないんじゃないですかね、と思います。す,べすみません。すべての法律を私は知ってるわけではないんですけどね。うん、それはね、誰しもそうだと思います。どの国民ですら、完全にね、すべての六方全書の中身を言える人って言いてる、言ってますいてないと思いますよ。で、あの、完璧な人間はいませんし、あの、いたら神だと思います。で、えっと、法律家、あの、弁護士ですらね、すべての法律を覚えてる人はなかなかいないと思いますよ。だから、だからこそあの本があって何回も見直すわけですよ、我々って。 あのち,ょちょっとあの、なんだっけ、あの、あのま、負け、なん,なんていうかな、この、えー、と、うん、弱い感じの言い方になります。ぶ,ぶっちゃけそうですよ、ね。完全な人はいませんから。単語が全然出てこない。<laughs> で、日本ほどね、食の安全を考えている国ではないなとあの、全体的に見て思いました。で、これを決めてるのはどこの省だったかね、えっ、ー、と、厚生労働省か、まあ、頭が悪い省です。 頭が良かったらちゃんと問題視して禁止。まずは最初は禁止にしますよね。ぶっちゃけの話。タバコとかもそうですけど。いまだに、だからそのタバコだとかね、お酒だとかを何の禁止もしない国って日本ぐらいですよ。なんか、あの、いまだに、その、酒が安全、安全というか、ううう当たり前のように変えて、コンビニでもタバコとかさ、あの、当たり前のように売ってるやんか。そういう国ってなかなかないです。発展国、発展っていうか、えー、先進国では。 あの他の国はかなり厳しいですから、タバコとかも見えないところで売ってたりするんですよ。まあでも売ってはするけど、ね、合法的に。ただあの、消極的な売り方はしてますよね。日本は本当にこの食とかに関して、てかそもそも法律自体がね、もう本当に動いてないと俺は思いますけど、どう思いますかね。で、あと、ちょっと話はずれて、これはまあ真理は定かではないんですけど、私が生きてきた中での経験談を語りません。これこそがある意味、真実味が一番増すんじゃないかなと思います。ただ、あの、 皆さんにこの証拠をお見せすることができにくいんですけども、ニキビに関してなんですけども、あのー、結構ね、こういったこの、あのー、疑いがある、この油ですよね。植物油脂系を私摂取しますと、ニキビができやすいんですよね。で、まあ、ニキビ何どうやってできるか原因とかですよね。調べると、もちろんその、体内の汗とかにも含まれる油が出てですよ。まあ、なで出てるのかって話ですけどね。で、その油が固まって、その油を食べるバイ菌がいるわけですよ。 でそれによって炎症が起きて、それがニキビとなるっていう話なんですけども、まあ、原因となるやつといえば、まあ、油であり、なおかつニキビ菌ですよね。な名前、ちょっとあのってるかどうかわからないけど、そのニキビになる原因のバイ菌が原因ですよなければ、まあ、ニキビが起こんないかどうかわからないんですけども、でも根本的に言ったらその油なんじゃないですか、問題があるのだって俺は思うんですよ。ニキビ菌がいたとしても、その油が出な、その摂取するぐらいの、塊の油が出なければ、ニキビ菌は、あの あの生きることはないので、うん、油自体は問題あると思うんですよ。であの、チョコ、ぶっちゃけ言うとチョコとかを摂取すると結構ニキビにできやすいんですよや。じゃあやっぱり原因がそれなりに、ね、あるんじゃないですかって俺は思うわけですよ。個人的な考えで、かあの思いと、えっ、ー、と、まあ、人それぞれの体調、えっ、ー、と、なんだっけ、その体質ありますから、えー、私はチョコ食べても大丈夫ですよって人もいるかもしれないです。でも私の場合はチョコ食べるとニキビできやすいです、圧倒的に。今ね、 あの、一人暮らしですよ。だから自分の摂取するものを、俺は支配できてるわけ。親が出した料理は、まあ、食べないといけないかもしれないけど、今そうじゃないからさ、研究できるわけですよ。一人暮らしの利点ですね。で、あの、チョコを、えー、まあ、1ヶ月、えー、禁止にしてみたとか、まあいろいろしてみると、やはりニキビは、ニキビは出ないんです。と考えると、原因がやはりチョコだとか、ですよね。で、チョコの中の何なのチョコの、ここ、えっ、ー、と、カカオ自体が原因なのということで、90%、 以上の、まあ、チョコレートがあるんでですすよそれ食べてみましたニキビ出ないですじゃあ、チョコレートが原因ではないんじゃないのチョコレートに含まれてる油が原因なんじゃないのっていうところになるわけですよで。ちなみに砂糖を食べてもニキビにならないんで、砂糖が原因じゃないっていうのはわかりますよ。じゃあ油じゃん。チ、ね、ョコを構成するのは何砂糖カカオ、えー、と油油じゃん、やっぱり。ってなるわけでどんどん突き詰めていくと、私が思ったのは油です。 基本的にニキビができる、あのー、食べ物的原因は油だと思います。あと、ま、ストレスっていうのもあると思うけどね。心理的なもの物理的なもんではなくて。でね、あのー、多いんですよね。この、えー、と、あと、スナック菓子系もかなりニキビができますね。個人的なもんですけどね、これ。うん俺的にはね、こひっそりと話すけども、あのー、植物油脂、タンパク、下水分解物、あと、えぇ、ー、 ま、それとかですね。で、この、コーミー油とかもありますよね。で、これもコーミー油もさ、大豆を含むじゃん。これも遺伝子組み換えだと思いますよ。まあ、遺伝子組み換えだから、ニキビになるとは言ってないですよ、俺も。ただ、この、これ系の油がね、なんかね、こう、いい、質のいい、体にとっていい油じゃないような気がするんですよね。なんかその油を摂取すればニキビできやすいんですよ。オリーブオイルの油を摂取してニキビでな、でできない時点で、やはりこれらのね、なんか、 まあ、ガソリンからできてるのか知らないですけどそれを摂取すると体が嫌な反応嫌だと反論してあの体の外に追い出してでその油を食べニキビ菌が食べてニキビができるんじゃないかなと思いますどうですかこれ聞いててうーんねまあ,あのニキビ菌をじゃあゼロにしたらいいニキビ消えるんじゃないのって話にはなるんだけどもなんかそれ根本的な解決じゃなくないかね摂取してるものを 悪い摂取してるものって体が決めつけてるの、それは原因じゃなくて、ニキビ菌が悪いよっていうのもなんか違う気がするんですよ、私的には、ね。せっかく体が異常だって言ってんのに、摂取し続けるっていうのは、ちょっと悪いことなんじゃないかともちろん、あの、美味しいからさ、チョコレート美味しいじゃん。スナック菓子美味しいじゃん。だから食べちゃうんですよ、ぶっちゃけ言うと。わかるでもさ、 同じ食べるんだったら、ニキビが出るスナック菓子かニキビが出るスナックか、どっち食べたいよ。なそういうことを俺は言いたいわけ。質の良い,いものを食いたいだろまあ、ちょっとは高か,かろうが。俺やったらちょっと高くても、あのニキビが出ない方のスナック菓子を食べると思いますけども。はい、皆さんどうですかね。で、あとこの人工甘味料とか俺本当に好きじゃないんですよね。すごく厳しい。それが俺の厳しさですね。やはり、ちゃんとしたものというかね、あの、それなりに、あの、へ 変って言ってて言もももおかしいいいけどあのまともなものを食いたいですよねガソリン食いたいですか皆さん。ガソリン食いたいああいう、なんか、あの、どう考えても人の食いもんじゃないもんですよ。要は。食いたいですかそれよりかは、なんか鼻から取った油だとかを取りたいですよね。ごま油とか。そっちの方がまともですよね、ぶっちゃけ。と考えると、人工甘味料はやはりいらないです。なくていい。なくても美味しくなれると思うんですよ。俺は。俺的には。だってあるもん。それ、そういうあの食べ物が。 まあ、あの、それ買えばって話だけど、なかなか売ってない買ったり、高かったりするんでね。あの、俺もちょっと知り込んだりするんですよ。もちろん、そこは考えようなんでね、経済、自分の状況との相談なんですけどまあ、結局、試行品なんでね、あの、買わなければいいっていうのはあるんですけども。まあ、どうしても食べたい時は、あの、買ったりはしますよ。でも、できるだけ控えますよ。だって、それニキビとかできたらさ、あの、ま、顔臭いになるよ。臭 <laughs> いになるっていうか、あの、わりかし、あの、めんどくさいやニキビできたら。あの、 血がだらーって出て,て、ブサイクやろ見た,見,見た目気持ち悪いやろそんなす姿で皆さんの前に出たくはないのでね。まあ今マスクつけててほぼ顔は見えないけども。うん、あの、できるだけさ、あの、綺麗な体になるものを取りたいな。体がブサイクになるようなものを摂取したいっていう人いてますかね相当性格おかしいですよ、その人。<laughs> ごめんあのあの、見てる方やったらすいませんけど。まあ俺はそう思ってるんでね。あの、できるだけいいものを買いたいし、それを、 皆さんにおすすめしたくて、したいし、あの、それを買いたいし、その企業を俺は応援したいと思います。はい、ええー、と、まあ、あの、それがこ、この企業かどうかは言ってないです。あの、さすがにこれは本当にあのたた、た、単純にストロングって書いてあって、あの、酒のつまみにええなと思って買っただけなんで、これは。<laughs> た、確かこう、あの、前からこういうのは売ってたけど、ちょっと目に留まった、ね、あの、<laughs> 目に留まったから買ったってだけなんですよね。 まあ、あの、それだけです。あの、買った時は何にも考えてないです。<laughs> ぶっちゃけ、あの、後ろを見てないです。おお、美味しそうやなって買っただけなんで。<laughs> バカです。<laughs> はい、えー、っと、こんなことごちゃごちゃ言ってますけど、衝動買いで買うような人ですから、あの、あの結構緩めなんでね。あと、乳成分だけで買われ、書かれてるやつはね、ちょっと怪しいと、にぐ、あの、睨んだ方がいいですよ。変ですから、あの、乳成分だけで。乳成分って何なのっていうのをよーく考えてほしいです。 あのー、具体的に書かれてないのはやはり怪しいなってことです。この酸味料とかも何か分かんないでしょ分かんないけど、あの、障子だけはあるみたいな、そういう状態はね、ダメなんですよ。海外とかやったら酸味料書く何々って絶対か書かなきゃならないようになってるんで。日本さん、もうちょっとはね、先進国になってくださいよ。私からするとまだまだ日本が中世レベルだなと思います。特に法律。お前はもっと頑張らなきゃいけないと思います。ご視聴ありがとうございます。俺の話長いよな。まあ、でも、これだけ、あのー、 まあ一つの動画として言いたいことはマジでいっぱいあるんですよ。まあ、この内容として、今回はこの遺伝子組み換えについての内容は一時がありまして。もう、別に、あの、遺伝子組み換えについての話す内容ないと思う。もうそれだけ、それだけめちゃくちゃこう押し込んでるからね <laughs>。ないと思いますけどね。えっ、ー、と、バッテリーも切れそうなんで、そろそろ。まあ、言いたいことは以上です。ということです。いや、マジでさ、こうひっそり、ひっそりね。あの、もうみんな帰ってもいいよ。あの、別の動画見てもいいよって話なんで。マジでな。今までいろんなレビューしてきたんやんか、俺も。で、ニキビできるやつマジであんねん。 でもなかなかさ、あのー、その、<laughs> 美味しいよって言って、後々からニキビできて、あのニキビできましたと言いにくい、ただ俺は本当にね、あの真面目で、わりかし嘘はつきたくないと思ってるんで、書いてるよ、それなりに、あの、あこれあかんなーっていうやつは、やっぱりあかんなーってしてますから、本当に俺がうまいと思ったマジでうまいし、おすすめしますって言いますからさすがに。あそこはねあの 全部の動画見ていただいて、ちょっと分かっていただきたいです。マジで。俺は結構ね、調べってるわけよ。で、まあ、悪いものを悪いものとして、ある意味お伝えしたいと思ってる。<laughs> ぶっちゃけ。あのー、これ本当にぶっちゃけ中のぶっちゃけ。絶対にこんなこと言っちゃならないんだけど、あの食品をデビューしてるような人が。本当にやばいやつに関しては、マジでやばいんだよ。マジそれ食べてからね、体調不良じ、あの、一週間くらいずっと起きてる時もありますからね。 えー、な、何とは言いませんけど、おす、す、す系です。あれはね、二度と飲まない。あれ二度と買っちゃいけないと思いました。<laughs> これどっかの動画でも出そうかな。本当にね、あれ買っちゃいけないわ。あれ安くでも飲んじゃいけない。あんなん。なんであんなん売ってんのってちょっと思いました。で、しかも、あれをデビューしちゃった俺が本当に悔しいなと思って。あれ飲んだ後から本当にお腹ずっと痛かったからな。マジだからこれ。えー、これもまた他の動画で言おうかな。ご視聴ありがとうございます。